どうも、こんばんは、エヌムです。今回は、東京グルリ、インボーク、俺を失望させないでくれの S が来てるので、早速前回当てた、なんだ、一回共鳴させてる、SSR ラモンを使ってやっていきたいと思います。まあ、ディフェンダー入れたかったんだけど、俺育ってるディフェンダー、いないからな。偏りすぎちょっと育てるのさ、最近頑張ってコーヒー、ちょっとずつ集めてんだけど、ディフェンダーに振るの忘れてたんだよな。自分の好きなキャラに振っていったらなんかああなっちゃった。駆逐を開始する。ブレイカー2人、ブレイカー3人ってやばいな。ブレイカー3人もいるとちょっと邪魔でしかないんだけど。じゃあ歌外してくればよかった。今さら後悔してる。あ、さっさと錦をね、発動させていきましょう。ぶっ飛べ、ぶっ飛べ、援護する。ここか、ちょっとミスったな。まあいいや、アモンもなんだろう、出せば二刀になって、スキル発動すれば二刀になって何かしらできるはず。なんだ俺、アモンがなんか二刀になった瞬間次のスキル分かんないんだけど、使うの初めて。強いんだが普通に。マジで勘弁して。遅いな、ザン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 。これあれだね。あ、死ぬかこいつ。うん。柔らかいのに攻撃力が強いっていう。どうしようここ。じゃあアモンとりあえず。かっこいいな。スキル普通にかっこいいんだよな。ごめん、もしかしたらね、画面がカクついてるかもしれない。あ、そこは勘弁してくれ。どうしよっかな。とりあえずちょっとアモンで一発投げてみるか。なんか、攻撃の仕方がすごいな。一回アキラ使おうか。あ、全員ピョったわ。これさ、ちょっと待って。錦をやりたいんだけど、アモン下げるか。ブレイカー3人連れてきたの普通に間違いなんだが。錦発動。ちょっとアモン出しとこ。スキル使ったろうかな。何これ、敵単体に 600% のダメージ。おーん、まあ、普通に勝てそうなんだが。甘いかな、ボス甘く見すぎかな。あ、全然食らうじゃん。でもね、食らうよね。これ歌で殴ったらやばい。危ねえ、ギリギリ。マジミリ残しなんだが、紙ミリ残し。たまんねえかな。あー、微妙いな。たまれ、お、たまるわ。これでどんな食らうの。バフ要員連れてきやがったな。あー、こんなもんか。でも30万ぐらいだな。10増ぐらい。ああ、そうだな、あれだな、窓さん連れてきたらよかったな。ディフェンダーちょうどいい、ディフェンダーだし。え、何、対象がアタッカーなら300。はあ、強っ。ちょ待って、化け物だわこれは。あ、やっべえ、やっちまった。いやー、それやりたくなかったんだよ。アモン殴る、錦で吹き飛ばす。いや、次、あ、錦の方が食らうの、やっぱ。あの、次ね、動いてほしくないんだよねこいつに。死なないかな、ワンチャン。ワンチャン死なないかな。アモン高太郎入る。おら、いや、きついなこれ。これで、これピヨピヨしても意味ないんだけどさ。いや、勝てそうだったんだが。避けろ、全てを避けろ。あ、スキル打ってこなかった。あ、そんな連続で打ってくるとかそういう感じじゃないかな。はい、ピヨっとけお前。アキラやる、ウタやる。これはまあ錦がたまるかどうかわかんないんだけど、
え、待って、これさては倒せないのでは、錦でやった方が良かったのでは。たまれ、頼む、たまってくれ。マジかよ。あとちょっとじゃん、これスキル打ってきたら終わるんだけど。やべ、錦下げた方が良かったかな。ぜ、あ、油断しちゃったかな。さっきのさ、アモンがスキルたまんなかったけど、錦だったらたまってたのかな。いや、根底にはしませんよ。ああ、普通に勝ててね、プレミだなっていうか、歌さんいらね。普通にディフェンダー、重装とか、ブレイカーじゃなくて、普通にバフかけれる要因の窓さんでよくなかったか。コーヒー振ってないけど。というわけで、お疲れ様でした。また次回の動画でお会いしましょう。アモン強かったな。